要は自転車と、これから、歌舞伎町に向かいますね。自分は実はほとんど来ない。うちの店から徒歩1分ぐらいですけど、声の出演ならない。声の出演もうどこどころか、カオケ、カオケやしょ。何も害ないですか。何もないですよ。いや、別にあの、変なんじゃないです。見る人少ないですけど。俺は全員、俺全員見てるよ。全員見てるから、ね、マジですか。ありがとうございます。ここまで、ここまで来てね、試合こう逃すってさ、俺どう許せないわけ。一千日絶対自分もね、やるって自分で決めたことはね、やるって決めてるんですよ。いや、ですね、ネットの環境とか、あと自分の怠惰な心とかで上げられないんですよ。上げられないんですけど。はい、お飲み物だったそうなんです。はい、あ、加藤さんの声も欲しいですよ。私も今日は自宅の担当じゃなかったんで。あ、やっぱりこれ担当制なんですか。絶対かけって言われてるわけじゃないんです。あ、絶対かけって言われてるわけじゃないんですね。絶対かけっていいなって思うから、今日強制にしちゃうとなんかあんまりネタがそうだ、マシュね。他の人、私が見てもこれ何残っちゃってなるやつでも、そのことお客さんならわかるみたいな。オンリーワンとかじゃないとダメって言われてる。ということです。さすがです。春野にも伝えときます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。